何よ髪がなぁ、お白髪がいっぱいあるなぁ。すいません、今日は白髪染めお願いしてもいいですか？わかりました、やります。今日カットはいいので白髪染めだけお願いします。オッケー、これで頑張ります。あ、それ色なんですか、なんて色ですか？これはダークブラウン。ダークブラウン、うん、これで染めようぜ。お願いします。終了。来る？うん、いいよ。せーの、さあ始まりました、少量チャンネル。ショットです。いやね、少量でーす。はい。今日は白髪がさ、うん、増えたのよ。そうなの。まあずっとね気にしてたんですけど。そう。なので今日はですね、髪を染めてあげようと思います。イエーイ。なんかさ、今までさ、うん、白髪染めってしたことないの俺。そうだよ。確かに。初白髪染めをね、ちょっとやってみようかなと思って。そうなの。わかんない、やり方わかんないけど。まあ。でもね、簡単そうなやつ買ってきたんだよね。うん。なんか、櫛でシュッてやるやつ。うん。ちょっと、僕も初めてなので、ほとんど。うん、なので、ちょっとまあ、やってあげようと思います。お願いしまーす。よーす。ひょうにょう。はい。お願いします。はい。待って。うん。この服だったら汚れる？汚れるな。そうだよね。そうだよね。ちょっと、汚れてもいいやつ。何してんの？え、これでいい？寝巻きでいい？寝巻きでいいよ。ちょっと、ここ開けっぱなしなんでちょっと恥ずかしかった。よし、じゃあ、やるか。乾いたままでいいんだよね。さあ、よし、じゃあ、やろうか。お願いします。緊張するんだけど。なんで翔ちゃんが緊張するの？わかんないけど。頼むぜ、しかし。え、ここに、出すの。そう。こういうの出すべき？待って、そっち向きじゃないよ。縦にしないといけないの。縦。こうよ。大丈夫よ。あー、出た、ほら。いや、怖っ。え、ちゃんとやってよ。やるよ。ムラとかしないでよ。わかりました。ちゃんとさ、うるせえ。ちゃんとさ、内側までやってよ。わかってるよ。これあれなのかな？前髪上げた方がいいのかな？前髪、あ、上げていくよ。あ、うん。お願いします。ちょっと美容師さんごっこしよう。美容室ごっこしよう。いいよ。うん。いやー、最近暑くないですか？いやー、ほんとですよね。もう、ここ最近暑い日ばっか続いて、もう嫌になっちゃう、嫌になっちゃう、どんどこいって感じ。え？どうですか、最近は。最近、いやー、おかげさまで忙しくやらせてもらってますよ。ほんと？ほんとに。よかったやん。おう、急なタメ口か。急に縮めてくる美容師さん。翔ちゃんさ、あれって言ってなかった？美容室のさ、うん、人見知りするって言ってなかった？あ、する。あんまし得意じゃないな。ね、喋りかけてもらいたい派、喋りかけないでもらいたい派？え、その時の気分かな。なんかさ、その時の気分の考え事とかしたい時とかは、あんまり話しかけてほしくなくって。あ、そうなんだ。そう。だから、でもさ、話しかけないでオーラを出す。そうなんだね。俺逆になんかもう話しちゃう、すごく。うん。俺から話しかけちゃうもん。最近どうですかとか言って。おお客さん増えましたとか言って。そうなの？そう、話しかけちゃう。なんかさ、黙々とやられるのがすごい気まずくなるんだよね。嘘、全然。逆に。もう逆に寝てるふりとかしちゃう、俺。嘘。寝てたい。俺なんか髪とかさ、カットされてる時にさ、ずーっとじーっと見ちゃうの、そのカットしてる人の動きを。逆で考えたらすごいやりづらいよね、じーっと見られてんの。そうだね。なんか監視されてんのかと思う。うん。それ1回分？ 1 回分だよね。全部使うまでやる？残しといてもいいのかな？いやー、つってし。あとさ、櫛でさ、頭皮をガリってやると、うん、そこめっちゃヒリヒリするからちょっとやめてほしい。どうする？じゃあ。え、もう、いいかな？ちゃんとムラなく濡れてる？濡れてると思うけど。ほんと？え、全部使っちゃう？え、わかんない。あとどれくらい入ってんの？わかんない。出せる分だけ。でも、その方が。そうね、もう使っちゃおうぜ。うん。うん。ちょっと生え際とかね。うん。しっかりやってもらって。よし。じゃあ5分、放置します。はーい。アレクサ、5分測って。1番目、5分のタイマーを開始します。で、あれでしょ、このままさ、ベッドにさ、ダイブしたらいいんでしょ。やめろ。終了。どうなるかな。ね。
どうなってんだろう。まあね、こんな感じ。うん。なんか、いいね。人にやってもらうの。うん。まあ自分でもこれ簡単にできそう。ほうほうほう。ね。そうだね。うん。別にこのヘアカラーの案件でも案件でも。確かに。いやでもね、ほんと気になってたのよ、白髪が、最近。うん。なんかこんな簡単にできるんだったら、なんかもっと早くやってもらっとけばよかった。まあに。何ボル塾の真似してんの。うろうろしないの、落ち着かないな。5分長いんだもん。あと3分24秒。はい。よし。久々に、何にぶりかな、料理ぶり。だよね。うん。料理ぶりにエプロン着いました。さあ、お兄さん、どうぞ。はい、すいません。お願いしまーす。お願いしまーす。さあ、お願いしまーす。あ、いい感じ。はい、いい感じ。うん。よし。さてと。はい、どうぞ。はい。はい。じゃあやりますよ、うん。お願いします。ちゃんと、あれ。湯加減とかね、ちゃんとしてよ。冷たい水かけたら心臓困るからね。量はあんまね、熱いお湯苦手だからね。うん。どうですかね。あ、いい感じ。いい感じ。じゃあ、洗いまーす。はい、お願いします。お、いい感じに溜まってんね。ほんと？多分、いけると思うけど。熱くない？ちょっと熱いかな。ちょっと熱い。でも大丈夫よ。ちょっと、それか水になっちゃう、今から。あ、うん。あ、あーあーな、な、な、どうした、どうした水が前に、胸のところに流れてきて。頭下げてじゃん。はい。はい、だってね、あんま頭下げるとさ、鼻の穴にお湯が入ってくんのよ。我慢するんだよ、それは。よし。じゃあ。お願いします。はい。はい。何笑いなのこれ、みんなついてけてるこれ。あれよね、りょうちゃん、コンディショナーしないよね。いいの？普段コンディショナーしないけど、今日はやって。やってほしいの？うん。よし。ちゃんと美容師さんらしくやって、かわいいところないですかとかって。うるさいな。かわいいところないですか大丈夫です。なんで大丈夫だよ。だってさ、なんか痒いとこないですかって言われてさ、うん、なんか言えなくない？いつも。言えない。よし。ちょっとコンディションしますね。いい。あー、腰が痛い。腰痛くない？これ。この体勢って。で、美容師さん結構大変。美容師さんじゃないか、床屋さんか。うん。結構、うん、このスタイルのところは大変なの。そうだよね。あれをコンディショナーは頭皮につけたらダメなのね。うん。知ってますよって。知らないよ。リンスとかってそういうの？頭皮につけたらダメなの。そうなんだ。そうそう。毛先につける。うっせえなとか思ってんじゃねえよ。うるさいね。よいしょ。ちょっと待ってね。うん。あ、腰が痛いな。どうかな？いけそうかな？どうかな？うん。よし、そしたら。よし。ちょっとじゃあタオルね。タオル。え、タオルで拭くでしょ。うん。もうちゃんとしっかり流れてる？流れてるよ。残しない？残しないないない。本当だろうな。あら、そこまでやっていただけるの。ほうほうほう。本当？ほうほうほう。あ、すごくない？うん。本当染まってる？染まってるじゃん。ドライヤーしてあげる。こんなもんだよね。どう？洗い足りない？どう？いや、大丈夫そうよ。いや、大丈夫そうじゃん。大丈夫そう？うん、大丈夫そう。よかった。よっしゃー。あ、はい、どうぞ。めっちゃ染まったくない？染まった染まった。ドライヤーしますね。うん。お願いします。お願いします。若返ったくない？よかった。
いい感じ。どう？オッケー。はーい。はーい。ありがとうございます。ありがとうございます。終了。はい。というわけで、ね、染めたぜ。どう？いや、めっちゃいいじゃん。なんか、ね、今まで染めてこなかったの何だったんだって思う。ほんとね、こんな簡単に染められたんだね。はい、やっとけばよかった。あの何、真っ黒になる感じじゃないじゃん。うん。なんか自然と。やっぱ色のチョイスもよかったね。よかった。よかったじゃん。うん、ありがとう。ありがとう。あの、今度からさ、月1でやってもらうからよろしく。わーじゃあ毎回動画にします。はい、しつこ。はい、はい。というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います。私も僕も白髪染めやってるよっていう方は、高評価のボタンといないか。髪染めたことあるよって方は、チャンネル登録そうじゃない人もチャンネル登録お願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。あれ臭い大丈夫？ああ、若干臭い。